皆さんこんにちは。 NBC ビヨンドビジネスチャンネルネオです。今日も素敵なゲストの方お招きしてます。株式会社バスケットボールジャパン代表取締役社長東秀樹社長においでいただいてます。東社長、今日お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりバスケットボールというだけにやっぱり選手だった。あ、そうですね、はい、やっぱりそうですよね、はい、でかいですよね。大きいですよ、194なんで。大谷と同じぐらいですから。大谷君と、うん、はい、大体こうサイズ感一緒。全部一緒ですね。かっこいいな。いつもこうやってます。本当あの皆さんが、あ、それぐらい大きいんだって言ってくれるんで。なるほど、はい、今ね、こう座ってらしても大きいんですけど、立つとこう見上げる感じなのであ、大谷さんもこのぐらい、大谷選手もこのぐらいなのかななんて思いながら、もう今日本当ありがとうございます。呼んでいただいて、はい、はい、あのスポーツ文化の創造により社会に貢献する企業ということで、あの、まあ、BJ リーグというのがもともとあの NBC の池田会長の時に、はい、私も随分応援に行かせていただいたんですが、有明コロシアム、そうです、そうです、だからご入会は2017年。あ、そうです、そうですよね、はい、私のもう素人ですと、なんかいくつか団体があって、はい、なんか大変そうだななんて時期があったんですけど、今その辺はどういう感じでいらっしゃるんですか？そうですね、もうBJリーグ11年やって24チームまで来まして、そのうちの23チームを全部引っ越しを、川淵会長から言われて、で全員引っ越しさせました。でそれでその後の事業として今このビジネスを継続しているという形です、ね、なるほど、はい、今のバスケットボール、こう全てのスポーツがなんか熱いですよね今日本。そうですね、もう野球から来たので、大谷さんの試合は全部見ました、ね、でもバスケもかっこいいじゃないですか。そうなんですよ、まあ、今富樫君というね、スターがいて、もともと田臥君っていうスターがいて、その後富樫君が出て、今川村勇輝と、でそれで世界に羽ばたいた選手でいうと今渡辺君とか、そうですよね、八村君とか、まあ、本当に11年間やって、で日本全国にチームができて、まあ、一つの役割は終えたかなとは思いますけど、うん、いやいやいや、まだまだこれからじゃん、民間でやったんでね、まあ、結構苦労しました。あ、そうでしょう、はい、まあ、会長がいたから池田会長11年ができたかなと思ってます。そうですか、はい、今ねここ出てますけれども、今の事業内容としてはもちろん、まあ、バスケットボール、そうですね、子どもたちの大会をですね、民間でやっております。あ、そうですか、はい、あのいろんな機会を、私の恩師は東京オリンピックの、前の東京オリンピックのコーチだったので、そうなんですね、笠原茂吉先生、でその先生が言われて、底辺の拡大が大事だぞと、あと大舞台が大事だぞと、なるほど、子どもを育てるには大舞台がいるって言って、このあと12月に静岡で、この花アリーナっていうところを、静岡県静岡市の協力のもと、はい、体育館貸していただいてて、でそれで男子が48ぐらい、女子が24チームそんなに、はい、だからまあ民間団体としてはまあ頑張ってやってるほか、まあ、でもこれは11年間 BJ リーグやらせていただいた皆さんに、あの恩返しと言って、今でも、まあ、池田会長と一緒に継続してやっております。まあ、東進ハイスクールさんっていうのが冠に入ってくれたりしてくれてるんで、ある意味、まあ、あの大変いい大会になっております。ああ、素晴らしいです、はい、もういろいろご苦労があって、でもこうなんて言うんでしょう、アニメでもすごいじゃないですかバスケ。あ、そうですね、ねえ、やっぱりこうなんて言うんでしょう、あとファッションとか、あ、そうなんですよ、独特なやっぱりね、こうかっこよさがありますよね。そう言っていただければ、はい、ねえ、着てるものはですね、なんかやたらあれですね、売れますね。そうでしょう、かっこいいですよね。いや、そう言っていただけるの、自分はあんまりそんなに、そんなに、いや大きいんでサイズがないんで。あ、そうです、なんかあの息子さんたちも大きくてらっしゃると。そうですね、でスポーツやってらっしゃる、双子がいて、その下にもう一人いるんですけど、双子はバスケ、男子の、はい、あ、バスケ、1人は富山グラウジーズで今選手でやって、でもう一人はまあ引退して、先日あの千賀滉大選手の妹と結婚しまして、すごい、はい、で12月に結婚式あるんで会えるのを楽しみにして、すごいじゃないですかで一番下がサッカーやってました。あ、そうですか、はい、でサッカーでレッツのユースいたんですけど、今あの実業団になってます。あ、はい、やっぱりお父様の DNA が、あ、そうですね、まあ、やりたかったらやればって言っただけなんで。やっぱり身長も高いんですよね。185185で一番下は188ぐらいですかね、はい、でもお父さん超えてないですね。あの、すみませんそうですか、はい、あと、まあ、スクール事業とか、ね、いろいろやってらっしゃるんですよね、はい、これはもともと、まあ、この BJ リーグがアカデミー事業を立ち上げたいってことで、自分が
2年目終わりに入りました。それで立ち上げたもんですね。でその頃はまだこのスクールとか、うん、そういうことの文化がなかった。あ、そうですよね。今はもう全国どこでもスクールとかありますけど、あとクラブ、あとこれがあの会長とも一緒に、会長の指示であのバスケットの検定って考えろって言われて、で自分が考えました。スキルアップテスト、はい、でこれを全部クリアすると、まあ、それなりのレベルの選手になるよっていう。なるほど、はい、大切ですよね、こう目標を設定するっていうのね。そうですね。そうですね。検定授業っていうのはもう漢字検定とか流行ってた時代だったんで、でサッカーはこういう検定があったんで、バスケの方でも考えろと言われて、それで自分が考えて、で、まあ、事業化っていう形でスクールの子どもたちの指標ですよね。いや素晴らしいですね。やっぱスポーツってこう、まあ、なんていう教育にはすごく有効的だし、ただなんかスポーツってこうビジネスにしちゃいけないみたいな変なそういうのって日本ってありますよね。あの特にバスケットはですね、学校の先生に、まあ、自分も筑波大学だったんで、はい、学校の先生に支えられてたんで、あ、なるほど、やっぱりその先生からすれば、お金をっていう話になるんですけど、まあ、でも塾という考え方で始めましたんで、あくまでもまあ付属部活動の、はい、の中で足りない分をこれで補おうという考え方でやってるので、まあ、あとは、まあ、要は受益者負担でやったっていう形が今特に全国でも増えたなと思います。まあ、我々はどっちかというと首都圏で、あのバスケットのコーチ、バスケットで仕事に就きたいっていう子どもたちがいて、その子どもたちをスクールコーチで、まあ、社員として雇って、でそれで彼らにいろんなノウハウを教えて、でやっぱりこうバスケットから離れたくないって子どもいるの で、 そ う、 ですよ、ね、はい、そういう感じでやっております。今社員が7名ぐらいになりますからね。あ、そうですか、はい、LBC は今800社ぐらいなんですね。なんで結構ここ数年で倍ぐらいになってるんで、ぜひあのカメラに向かってですね、なんかいろいろ PR をこうしていただければ、かなりこういろんな企業様いらっしゃるので、なんかそういった教育ですとかいろいろねお手伝いいただくような。そうですね、あまり表で出てなかったんで、あのすいません、この機会ありましたら顔出しますので。あ、ぜひぜひ。あの子どもたちのためにやってる企業ですんで、もしあの大会とかに、まあ、ご協賛いただけるところがありましたら、お声をかけていただければ大変嬉しく思っております。まあ、引き続きあの民間企業として頑張ってまいりますので、よろしくお願いできればと思います。はい、ということで、もうますます応援したい、ね、あの会社さんですし、またバスケットボールっていう、やっぱりもうやっぱりこうお子さんたちがそのスポーツに触れるってことは、いろいろこうね一番の教育ですよね。ね、今日ありがとうございました。まだまだいろいろお話を伺いたいんですけれども、あのぜひ NBC のいろいろなイベントにも参加してください。ね、はい、よろしくお願いいたします。 NBC ビヨンドビジネスチャンネルネオ、今回は株式会社バスケットボールジャパン代表取締役社長東秀樹社長においでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。これからも頑張ってください、はい、ありがとうございます。